はい、今回はキタンクラブさんから新商品が出ていたので回してきました。2回回してきて、まあ2回目で希望のものが出たので、今回は2回でね、終わりにしています。ではね、早速開けて中を見ていきたいと思います。1回目やったのがこちら。よいしょ、はい、かわいいかわいい猫の被り物フィギュア、フィギュア第1弾となっています。これは何かと言いますと、まあ多分絶対見たことはある方多いと思うんですけど、自分もしょっちゅう見てる、キタンクラブといえばフチコかこれかって感じだよね。まあ基本的にペットの猫のね、被り物シリーズを出していて、この部分ですね、この猫ちゃんが被っている部分を実際のペットの猫ちゃんにくっつけられるっていうね、被せてあげて、なんかまあ写真撮ってあげましょうみたいな、そういう系のやつですよね。もういろんなキャラクターともコラボして、カービィも出たし、ポケモンも出たし、サンリオあったっけ？なんかね、まあとにかくいろんなキャラクターとコラボしまくり、最近は。すごくね、まあ人気があるシリーズなんですね。なんか自分はペットを飼ってないので、このシリーズは全然飼ってなくって、カービィの被り物が出た時もペット飼ってないし、いらないなっていうふうに思ってたんですけど、今回はまさかのその商品のパッケージにいた猫ちゃん、これでもね、これでパッケージだったりしたんですよ。この一体でこのメインとして、まあサンプルとしてかぶせられている猫ちゃん、ポップに乗っている猫ちゃんのまさかのフィギュアかという不思議すぎる、なんかもう自分の男のね、製品何でも使うんだなっていうぐらいすごいなと思って。猫ちゃんのフィギュアですね。これは、まあ、自分もフィギュアだったら欲しいと思って買ってしまったっていう。いいよね、ほんと。かわいいな。はい、肝心のフィギュアはこちらです。1回目やった時に当たったのが、猫の水族館シリーズ。隠れ熊の実をかぶっている猫ちゃんです。はい、フィギュアはこんな感じ。黒猫ちゃんです。かわいいな。あ、肉球も一応ちゃんと作られています。猫ちゃんは、ちょっと、見てる方向がちょっと面白い感じになっちゃってますが、まあこれだよね。まあ、目の位置が真ん中にありすぎるのかな、フィギュアの方が。ねえ、この写真の猫ちゃんもうちょい上の方についてるからかな。なんかね、ちょっと違和感がある猫ちゃんフィギュアですね。実際にかぶせるとこんな感じになるみたいで、これは確かにちょっと猫飼ってたらやりたくなっちゃいますよね。で、例のごとく1回300円のガチャガチャなんですが、キタンクラブさんにしてはサイズがかなり小さいです。え、こんな小さいのみたいな。この間やってきたポチャッコの200円ガチャ、じゃーん。いや、ちょっと待って、違いすぎないこれ、このサイズ感みたいな。ちょっとちっちゃいよねこれ、もうちょっと大きくよかったんじゃない。はい、2回目。まあ今回1回やっただけだとなんかちょっと寂しいかなと思って2回やってきたんですけど、まあ2回やったらちょっとメインのやつも出ちゃったので、これでちょうどいいじゃんと思ってここまでにしました。はい、これですね。ウサギの耳をつけている猫ちゃんです。何なのかな、結構ボコボコした感じに作られてていい感じです。はい、猫ちゃんはというと、やっぱ顔がね、小さいから可愛いとかそういう狙いなの。でも違うよねこれきっと。動物のガチャ結構いろいろやってきたけど、相当小さい方の部類に入るんじゃないかなこれは。そこはちょっと残念なポイントですね。300円と思えない小ささっていう。で、なんだろう、猫の造形もそんなにいいわけじゃないから、ちょっと、今回はキタンクラブさんにしてはちょっと外れなガチャなような気もしました。まあこれをね、どう思うかはまあ人それぞれだし、このサイズ感でバッチリって人もいるのかもしれないけど、いろいろね、キタンクラブさんのガチャガチャ結構やってるから、だからこそそう思うのかもしれないけど、ちょっとクオリティが低めなガチャガチャで、そこはね、少し残念でした。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。